長信こと上海長信修正電路有限講師は2013年に設立された X86 互換 CPU の製造企業。2018年現在において X86 から64ライセンスを所有する3社のうちの一つであるビアテクノロジーズのライセンスを受け継いでいる。長信は ビアテクノロジーズと上海市政府のジョイントベンチャーによるファブレスの半導体会社である。主に中国市場における組み込み用として X86 互換 CPU である ZX シリーズを設計、製造している。ソークはデノボのラップトップなどで主に採用され、中国の政府機関などで主に使われている。2019年現在では、 電化市場をターゲットとした組み込み向け製品をリリースしており、性能的には、せいぜい数年前のインテルコア I ゴと互角のレベルだが、近くが統合されたものである。中国の長新、台湾のビア、アメリカのセントールのいずれが開発しているのかについては、中国の安全保障の問題もあってよくわかっていない。ZX シリーズは、2013年から長新が、 開発している CPU のシリーズである。ZXC までのコアは、ビアグループの S3 社が開発した GPU である、S3Chrome640、645、ビアのチップセットに統合した、ビア VX11A1 チップセットに対応し、S3Chrome のグラフィック機能により Windows 10および DirectX11 をサポートする。 ZXD 以降では、ついに S3Chrome が CPU に統合された。ZXD 以降の CPU は、パソコンやサーバーなどで使われる前提で、KX シリーズと KH シリーズがある。それまでの VIA の X86 互換 CPU は、インテル製品を下回る性能で、そのため VIA は2000年代後半以降、 インテル製品と対抗できる性能が要求される、パソコン向けよりもソリューションの安定供給が重要視される組み込み向けビジネスにシフトしていった経緯があるが、2017年リリースの ZXD においては、アーキテクチャの一心とともにインテルアトムと互角レベルにスペックを向上させ、同時に DDR4 で割るチャンネル、USB 3.1 n 1 n 2 PCIe 3.0に対応するなど足回りを近代化させた。KX シリーズはデスクトップ用 CPU であり、マイクロソフト社より WHQL 認証を取得するなど、Windows 多角種 OS に正式対応している。KH シリーズはサーバー用 CPU であり、KX シリーズから内蔵 GPU を省いたもので ECC メモリなどに対応している。 ちなみに、ザンジヤングマイクロアーキテクチャ以降のコードネームはすべて、上海の駅名から取られている。チックタック戦略を取っており、マイクロアーキテクチャの刷新と微細化を交互に言っている。2017年に行われた、KX-5000 の製品発表会では、2013年の開発開始から2017年の量産まで9000人月と4年の、 歳月をかけて自力で X86 互換 CPU を開発するに至るまでの苦労が語られた。ありがとうございます。